ロシア中部の都市のホテルで飼われていたクマが脱走。市民に危機迫る瞬間を複数のカメラが捉えていました。路上で電話をしながら落ち着かない様子の男性。そのすぐ目の前にはクマが。しかし男性はクマを警戒しながらその場で電話をかけ続けています。すると突然クマが男性めがけて突進。男性は慌てて逃げ出しますが、クマが追いかけてきます。近くにいた車の運転手が注意をそらそうとクラクションを鳴らしますが、クマは男性に向かって一直線。男性が車道へ逃げたその時、飛び出したクマがバスとぶつかりました。その後クマは立ち去り、男性に怪我はありませんでした。地元メディアによると、クマはその後野生動物保護団体に保護されました。しかし飼い主が引き取りを放棄しているため、新たな飼い主を保護団体が探しているということです。